さんこんにちは、あかりことしたあかりです。さあ今日はですね、こちら水っ子かき足しマヨティントをレビューしていきたいと思います。それでは今日も行きましょう、あかりの水しろく動画スタートです。はい、ということで今日はですね、皆さん覚えてますかね、もう1年以上前になるんじゃないかなに、私が藤子マヨティントのレビューをさせていただいたと思うんですが、よかったら後で動画見ていただけたらなと思うんですけど、こちらですね、藤子マヨティント。そう、私これすごい気に入ってて今でもよく使っててね、見て、今日もねマヨティントのこちらのライトのカラーで仕上げた眉毛なんですけど、そのね藤子マヨティントからこちらの藤子かき足しマヨティントっていうね、新形状のマヨティントがね少し前に出てたんですよ。今日はこちらを試していきたいと思います。で、軽く商品説明していきますと、こっちのマヨティントはねこんな感じで塗ってからペリペリペリって剥がして色を浸透させて着色するようなタイプになってるんですけど、こっちは新形状ということでなんか筆タイプみたいになってるんですね。で、こちらのマヨティントはねこれ1本でこれだけで使ってもいいんですけど、こっちのマヨティントで私これ3日目ぐらいなんですけど、3日目ぐらいになるとさ、やっぱり結構ね薄くなってないところとかもまあ出てくるんですよね。その時にこれを使うとすごい眉毛メイクが楽になるという商品ですね。まあということでね、まあ、早速やっていきましょう。まず開けていきたいと思います。はい、出してみるとこんな感じのスティックタイプになっております。で、開けるとこんな感じで筆先が4つに分かれてるんですね。で、これがね毛に沿って描けるのですごく描きやすいっていう風に書いてありました。じゃあちょっと手に出していきたいと思います。お、すごいスルスル描ける。わあ、ちゃんと4つの線に分かれてますね。お、すごい。しかも色味もすごいちょうど良くないですか？めっちゃ合わせやすい。結構誰にでも合うカラーですね。今これ塗ってすぐなんですけど、こうやってこすったりとかしても全然にじんだりとかしてこないし、こっちにも全然つかないですね。いい感じ。で、ちょっとだけ濡れてるティッシュでさっと拭き取ってみますね。あ、さっとぐらいじゃほとんど取れないですね。めっちゃ頑張ってこすって、こう若干色が残る感じですね。なんか普通のアイブロウコスメより全然取りにくいですね。で、早速、消えかかってきてる眉毛にも描いていきたいと思います。描き方がね、眉下中央から太さを決めるって書いてるから、この辺ぐらいからかな。で、眉尻は筆を立て、スッとパス。眉頭はふわっと内に寄せる。ということなので、やっていきたいと思います。ここから、ほう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 。いい感じじゃない？めっちゃ綺麗に描ける。この筆の形がすごい描きやすいです。眉頭、こんな感じ。比べてみるとちょっと濃くなって顔がはっきりしたんじゃない？こっちとこっちじゃ。ペンの形が本当に描きやすくて、こう眉毛に沿ってこの毛流れに沿ってパーって描けて、でこの眉尻のところはこの角度をね横向きにするとシュッてかなり形が取りやすいです。で、色味もこう自分の手加減でちょっと薄くしたり、ここは濃くしたりとかもできるのでめっちゃ描きやすい。こっちも描いていきますね。感じ。え、すごいしっかりちゃんと描けていい感じ。これリキッドタイプって描くとね結構ベチョっと感があるんですけど、すごいねペンシルとかパウダーで描いた時みたいにそのパッといい感じの眉毛が描けました。ちょっとね濃いなって思った時はこうやって綿棒でパッてぼかすと色味の調整も全然効くので、すごいこれ簡単やわ。そう、なんか眉毛メイクって私本当に嫌いで、多分動画見てる人分かると思うんですけど、かなり眉毛メイク苦手なんですよ私実は。なんかよくコメント欄で眉毛だけは本当に下手だよねとか、眉毛もう少し練習した方が、眉毛描いてあげたいとか、いや結構コメント欄であるから本当に眉毛下手なんですよ実は。そう、一番苦手なんですけど、でもまあそんな私もね眉毛ティントでしっかり形を定めて、でそれをこれで頑張ってキープすれば毎日眉毛メイクすごく楽になるんじゃないかなっていう風に思うので、やしペンシルとかで描くよりかなり細くなってて形が描きやすかったので簡単でした。しばらくちょっとこれで眉毛練習しようかなっていう風に私は思ったよ。あとはやっぱ一日メイクが直せないとか、あとなんだろ う、 こうお泊まりの時とか、こうちょっとすっぴん見られる時に眉毛だけでもまあこういったもので仕上げておくとかなりすっぴんの印象っていうのは変わってくると思うので、皆さんもぜひねチェックしてみてください。はい、ということで今日はですね藤子かき足しマヨティントをレビューさせていただきました。この動画が参考になったよって方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバーイ。